その買った当時さ、みんなが勝手に持って帰ってくるから、持って帰っちゃうから結構怒ってたよね。勝手に持って帰らないでって言って。怒ってないって。怒ってた怒ってた。そういうくだりがあったよ。くだりね。くだりはある。あ、ステッカーもありますね。いろいろ。あ、かわいいこれ。これはいつの？これグッズツアー。グッズツアー。ちょっとめっちゃ懐かしい。激レア中のレアグッズじゃん。もらいます。続いての商品はこちら。まあ何ですかこれは。これですね、崩壊オンエアステッカー。ステッカーですって。こちらの商品なんとファンの感想を防ぐことができるんですね。大きさも様々だし、いろいろなサイズのパンに対応しておるわ。そしてなんとパンを止めるステッカー貼っちゃうことができる。ドビーン、ドビーン君、大丈夫かご本人がこの値段ドビーンね。めっちゃ懐かしい。激レア中のレアグッズじゃん。もらいます。うわ待って、これ熱い。うわこれやばい。うわこれちょっと俺1セット。これはやばいね。これ1セットでもらいます。これはやばい、はい、残り2セットです。いや、いらないけど。おお、まあ別にもらえるのはもらっとこうか。やばいな。これ結構歴代の中でも俺は一番つけてたから。これはね、うわー、それさすがに僕ちょっと欲しいな。シャームネット、シャームネット、さあ始まりました、シャームネット。ツタタンのツタタン。まず紹介する商品はこちら。まあこれは一体何ですか。これですね、ラバーバンドですね。見てください、この東海オンエアとね書いてあるんですよ。これは一体どうやって使うものなんですか。じゃあそれをですね、使い方を現場のホストアキラさんにやってもらいましょう。ホストさーん。はーい、じゃあ今日はこちらのお宅にお邪魔したいと思います。お邪魔します。おやおや、お困りのようですよ。開けたはいいけど、パンの口を止めるこの部分がないのよ。そんな時はこちら、このラバーバンドを使えばこう、こうすることができるの。すごい、探してたのよこういう商品を。それだけじゃないの。ええ？メンバー全員のラバーバンドを使えば同時に6斤もの食パンの乾燥を防ぐことができるのよ。すごい、素晴らしい商品ですね。はい、これ今1個だけなんですか。安心してください、今ならなんとですね6食ついてきます。メンバーカラーが揃って豪華な、あれ、はい、緑色のとしみつさんカラーがないわ。緑色のとしみつさんカラーですね。僕の家のテレビの前にあります。持ち帰っちゃったんです。そうですね。でもまだ5個残ってるから安心だわ。それだけじゃありません。まだあるんですか。なんとこの食パンを止めるゴム、はい、腕にもつけることができるんですね。まあ、そんな斬新な使い方があったなんて。これは本当に新しい使い方ですよ。じゃあ次の商品いきましょう。うわー、それさすがに僕ちょっと欲しいな。思い出がこれと一緒に旅しすぎてるからな。ブロー、ブローつくよ。持っていこう、これは持っていこう。これは、うん、いいんじゃないですか、マッチだの。さあ、柴タンヌ、今日こそお前を倒す。お前に俺を倒す発明品を作れたわけがない。それはどうかな。まずは1だ。何1だと。くらえ。靴が置いた。じゃあ次行こう。図鑑ナンバー76番、ご老若、ご老若来て。あー、すごい迫力だ。うん、これはただの鉄矢じゃ。3、2、1、ゴローナ、いけーいけゴローナ、あー頑張って、持って帰るか。我慢するか。じゃあ行くよ、せーの、ほら。お、
それがゴミなんだわ。それはゴミ。そう、それをゴミと言うんだよ。それを世界をゴミと呼ぶんだよ。完全無欠のゴミ。なので今回僕が欲しいこの世に存在しないものを何とかで手に入れてきてくれという勝負でございます。まあでもシンプルにね、買おうとしてもないので、それをまあ自分でそれっぽいものを作ったり、これはこうだからっていうのが言い張ったりとかして、何とか俺を納得させてください。今回2つ言いますので、うん、まあ、その2つをね、何とかして手に入れてください。1個目、空飛ぶ魔法の絨毯。あー、空飛ぶなんてめー。目を開けていいですよ。はい、よいしょ。え、まあまだわかんないと思います。まだ下ろしてやるね。うん、まあ飛行とかは後で説明しようかな。これはね、理論上絶対浮きます。おお、え、すごくないそれ。この上じゃないと浮けないんですよ。これ魔力ボードなの？これはマソがいっぱい。待って、いけるのかなこれ。いきますよ、ね、じゃあ、はい、お願いします。はい、よし、飛ぶぞー。せーの、おりゃー。うわ、いって、あれ。なんですの。そう。そうじゃね。いやね、ほら見てください、魔力がスーパー強力ネオジム磁石。これを、マソボードとこっちにはめまして、反発エネルギーで不安不安と。リニアモーター化的な。あれ、ボードで浮いてねえじゃないかもう。なんかゴミって言ったらさ、消滅してほしいよね。ね。バイクラみたいにね。それぐらいじゃないとやってられない。一旦別の部屋行きますか。ああ、キリがねえな。俺のやつだこれ。あ、え、ここ何これ。懐かしいもので持ってきた俺のやつだ。俺が初めて買ってもらった携帯ゲーム。りょうくんの方がいいかな。はい、じゃあ次は、いや、りょうくん虫眼鏡の懐かしいとなるものをお出しください。はい、こちらです。ああ、懐かしい。懐かしい、懐かしい。それは懐かしい。なんかじわじわ懐かしくなってきた。それ、これは懐かしいじゃん。これね、あの、聞くとちょっとできんだよ。革命だからやってた。じゃあちょっと一回キリ内に移動しますか。てつや、ここのとこに布団が引きっぱなしになってる。多分誰か住んでんだよ、まだ。これね、動詞が溶けた後でここでずっとゲームをしたままね。あ、ほら、液体になったんだな。残骸があるでしょ、こうやって。あ、ほんとだ、こんなひょろっちいマイクで。今やね、こういうスタンドでここにちゃんとしたマイクが出てますけどね。うん、私はこれなんですよ。でもこの間御曹司形になってる御曹司見ましたけど、髪の毛染めてんだあいつ。もう全然合ってない俺。ねえねえねえ、あのさ、最近すっげえ俺の疑問があってさ、うん、あの、なんて言うんだろう、そのさ、なんて言うの、この人誰。マジで。マジで、いや、きっとめっちゃ見てる人みんな持ってると思う。どうだっけ、昔のさ、辞めてからの生活。あ、そう、パソコンが合いますと。はい。めっちゃカメラ慣れしてない、なんか。もうちょっとなんか。ゲーム実況者ですから。あ、そっか。はい。これ朝ね、朝ってかもう、はい、御曹司こう寝てて、うん、はい、起きました。あー、さあ戦争だーって。で、まず起きたらもう戦争が始まるんですよ。ログインするぞー。で、戦争しまくって、はい、戦争終わった。あ、野球の試合やってる、見なきゃ。メジャーリーグね、メジャーリーグ、はい、野球好き、彼野球好きなんですよ。で、野球見終わったら戦争の時間だーって戦争もう一回して、挟んで、で、そうそう、お腹が空いたから、あ、ご飯だって言ってチンして冷凍庫を食って、はい、戦争の時間だーってで、戦争もそうそう飽きたなっつってね、たら、うん、あ、いい時間だ、夜だ、プロ野球を見よう。メジャーは朝だけど、プロ野球は夜だ。そうそうそう、メジャーは朝。あ、そう、はい、プロ野球見て、で、野球、夜だよ、夜、うん、夜のプロ野球見終わって、いい時間、うん、さあ、こっから、うん、おいこれ優秀だよね。マジかよ。で、次起きて、起き上がったら次の日でしょ。次の日、戦争の時間。